東口駅舎長と駅は北海道千歳市場町とにある北海道旅客鉄道千歳線の駅。駅番号は H12。電報略号は OZ。副駅名称はキリンビール北海道千歳工場前。キーとかの利用が可能であるがカードの販売は行わない。1976年の町と駅と周囲約750メートル範囲。左上が 札幌方面。簡易型の長さ60メートル程度の短い相対式ホーム2面2線この頃の周囲にはまだ工場があるだけで、現在のような住宅地は整備されておらず、付近の道路から上りホーム南東端への通路とホーム連絡用構内踏切しかない。その後下りホームへも、千瀬川に見える踏切からの通路が作られた。通路脇に、 町合室が設置されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名より、アイヌ語の幼い虹を当てたものである。かつての長都側の姿を表しているとされる。二面二線の相対式ホームを持つ地上駅。西口に駅舎があり、古墙橋部分は自由通路になっている。地と駅管理の無に駅。 簡易自動券売機、簡易自動改札機設置。運転士への注意を促すため、停止注意の看板が立っている。千歳市によると、1998年の1日平均乗車人員は587人。2014年の1日平均乗車人員は1148人。乗降人員は2296人。JR 北海道内の駅別乗車人員で、 無人駅としては3番目に利用者が多い駅となっている。1日の平均乗降人員は以下の通りである。西側は工場地帯、東側は住宅街になっている。ありがとうございます。